第96回選抜高校野球大会、決勝、健太・高崎さんの二宝徳学園、31日、甲子園球場、県大・高崎・群馬が決勝で強豪・宝徳学園・兵庫との接戦を制し、春夏通じて初の全国制覇を果たした。さらに群馬県勢としては選抜初部初 V の快挙で、 甲子園制覇は1999年夏の甲子園の桐生第一、2013年の前橋育英に続く3度目。昨年準優勝の宝徳学園は1点差で及ばず2年連続の準部位、22年ぶりの優勝には惜しくも届かなかった。先発の石垣元気、2年、が前日の準決勝に続き粘りの投球。8回127球に失点、自責1。 の好投で9回はエースの佐藤隆月2年が締めてゲームセット石垣は1回ヒットと死球で1・1・二塁のピンチを招くと5番安井の二塁打と悪送球も絡み2点の先制を許した序盤から追う展開となった打線は報徳学園先発の今朝丸宏樹3年に対し1回に死球とヒットで2・死1・二塁のチャンスを作ると5番 森山龍之介3年が2点タイムリーを放ちすぐさま22の同点に追いついたさらに3回前日同点打の斎藤銀之介3年がライト戦遣への三塁打で無視三塁に一死で高山裕次郎3年が値千金のタイムリーを放ち32と勝ち越しに成功この試合初めてリードを奪った 以降は同点の危機も切り抜け、石垣も8回まで粘りの投球。9回はエースの佐藤隆月、2年、がマウンドに上がり、西から四球と投塁で2塁にランナーを背負ったが、最後は1番、橋本を空振り三振に仕留めゲームセット。2年連続7回目出場の健大高崎は、1回戦で学法石川、福島、24から0、2回戦で明宝大分、 2 4 0と2戦連続で完封勝利を収めると、準々決勝で昨年優勝の山梨学院、山梨5 6 1で破り、2012年以来12年ぶり2度目の4強入りを果たした。前日の準決勝では優勝候補の清涼、石川との接戦を逆転で制し、春夏通じて初の決勝へ。 この日は勢いそのままに2戦連続の逆転勝利で悲難の初優勝を手にした。